こんにちは、うかなです。よろしくお願いします。今日は私が最近買ったシャネルのコスメについてご紹介をしていきます。ではレッツゴー。これね、もうずっと前に買ったものと、あとこの前買ったもの、本当もう先々日ぐらい買ったものなんですけど、あの購入品が結構多くてですね、買ったものをあの紹介したいなだと思って月日が経ってしまいました。なので今回はシャネルのコスメだけを紹介していこうと思います。まず1個目がチークです。私夏に沖縄に行ったと思うんですけど、その時の沖縄旅行の時の免税店で買いました。シャネルのチークの何番だろう、76フリーボール、フリーボールみたいな名前ですね。オレンジの色のチークが欲しいなと思って買ってみました。こんな感じの色です。で、今も塗ってるんだけど、すっごい自然な色なのね。こんな感じの色、わかるかな。ほんと自然な感じです。電気が明るすぎる。こんな感じなので、日焼けチークとか、あとは自然なチークなので血色がよく見えると思います。はい、では次はもうほんと最近買った、先々日買ったんですけど、こちらのグロスです。ふっくらとするようなリップになってます。なんかスースーするんですよね。ほんと超透明、こんな感じ。グロスでも使えるし、私の場合はリップケアとしてこれを使っています。いろいろ探したんですけど、なんかね、塗った感じ、私はシャネルのこのやつが一番ぷっくりするなと思ったので、これをずっと愛用しています。はい、では次3個目ですね。3個目が今日もね塗ったんですけど、なんだと思う？わかんないよね。めっちゃ可愛いの、あね、これ限定品なんだけど、買うか迷ってたのよ。どうしようと思って、なんかもう色とかも、あとデザインも超可愛いし、色も可愛いし、絶対私使うし、絶対ジングさん好みなんだけど、どうしようと思ったんですよ。こういうの持ってるし、なんなら違う代用品もあるから、別に買わなくてもいいかなと思って、このさっきのこのねリップグロスを買った時にちょっと見ちゃったの、これを。でまだ数がその時あったのよ。で、どうしようどうしようと思って、でもすごい気になるし、ちょっと塗ってもらったのね、店員さんに。そしたらですね、もうこれ一瞬塗っただけでめっちゃ肌がトローンってなって、え、何これみたいな。もうこれはもう買うしかないでしょと思って買っちゃいました。これ何かっていうと、フェイスパウダーなんですよ。 T ゾーンとかね、この CC ゾーン、 VV ゾーンっていうの、この辺とかと、あと顎とかにも使ってるんですけど、これはル・リオン・ドゥ・シャネルっていう名前のフェイスパウダーなんですね。これは限定品なの。このいつも私が持ってるものっていうのは、この真ん中の部分がすごく白いんだけど、これはね、なんかオレンジ？ゴールド？みたいになってます。で、中を開くとこういう風に筆が入ってまして、付属の筆と、あとこの筆のケースね、あとこの中身が入ってるんです。これ見える？これね、ライオンの顔になってるの。もうちょっとわかんないね、これ。めっちゃ可愛いでしょ？私、ライオンとか超好きだから、もうまずこれに惚れて、しかもこれね、すごくて、あー、もったいない、ライオン削っちゃうの。なんかね、3色ぐらいに光るの。え、今日電気超強い。ほら、ほらね、ここだけでもわかるでしょ？で、これを今日、なんと神宮様、あの、こちらに塗っております。鼻筋と、あとここの部分ね、これやばくない？あとここにも塗ってんの、あとここもか、髪じゃない？これめっちゃ肌綺麗に見えるよね。こういうね、ツヤっぽいものをつけてるだけでめちゃめちゃ透明感も上がって、素肌感もアップするし、あのすっぴんが綺麗っぽい雰囲気に仕上がると思うので、すごいこれ買ってよかったなと思います。なんか3色ラメが入ってるっぽいんだよね。ピンク系とゴールド系と青系のラメが入ってるので、どんな肌の人にも合うと思います。もうずっとこうやってツヤを見てるのよね、見ていられる。あー、かわいい、買ってよかった、本当に。ジングーさん、ありがとうございます。はい、こんな感じで最近のジングーさんの購入品紹介でした。イエーイ。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。ツヤ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 